はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回は神ジェナピックが来たということで引いていきます。はい、まあ本来だとまあスルーしよっかなと思っていたんですが、保護重ねたいということで、まあ出たらいいなという欲でやっていきます。はい、初回の10連で出てくれたらそれはそれで嬉しいんでお願いします。あとユガの概念霊装ですねに関してはまだ入手突できてないんで、そう、あれ突できてたっけな、ちょっと覚えてないんだけど、この概念霊装も欲しかったのでありがとうございますっていうのと、アスクですねに関してもね、数体引いておきたいっていう気持ちがあったりするので、まあアスク、神ジュナ、そしてあれですね、あの概念霊装、ここら辺狙いでいけたらいいなと思ってます。なんでやねん、ちゃうよ、俺個人としてやっぱアスクのコインをね貯めないといけないっていうのがあったりするんで、まあここら辺でガン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 来てくれる方が俺個人としては嬉しかったりするんですが、どうでしょうねという。でそれ以外のサーバントに関しては正直なことを言うとそこまで興味がない、まあ当たり前ですねという形になっているんで、まあいい感じに引けたらいいなーっていう形です。めちゃくちゃさ、初めらへんローディング長かったからさ、なんだとか思ってたんだけど、そういうわけではないのね。単純にピックアップのサーバントとかそこら辺の読み込み関連でいろいろあったんでしょう。いやただとりあえず概念霊装がある程度来てくれる方が嬉しいかなっていうのと、なんか読み込みめっちゃ遅くなってない？なんか明らかなんかまったりしてるイメージなんだけど、この連続で概念霊装来るとかそこら辺はわかるんだけど、概念霊装とサーバントが当たる当たらないの切り替えのタイミングが結構遅い気がするんだよな。気のせいかな、まあ、気のせいということにしておきましょう。なんかユニティのアップデートかなんかでね、ま、一括ダウンロードでまた14ギガぐらい増えるみたいなこと書いてあったりしたんで、まあそういう関係で、まあ開発元のソフトですねの関係上いろいろもしかしたら何かあるのかもしれないっていう形かな。ほらなんか明らか遅いんすよ。え、あー遅いんだって言ってサーバントだと思ったら星5概念霊装だった。そんなことあるんだ。え、けどやっぱなんか遅い気がするな。あれなんかね、ローディング関連で概念霊装関連のやつがいろいろ。はい、20連目やっていきましょう。まあスペイシとかライコーさんのピックアップしているんですが、まあライコーさんは正直まあそこまでという、まあ、神がいる時点でね、結局神の方引いた方がいいってなるので、まあそっち関連でチャッチャチャッチャ出てくれると嬉しいなっていう形かな。まあいろいろとこの後のピックアップでまあ新しい新規サーバントが来る可能性、まあ、がめちゃくちゃ高いっていうのは当たり前なんですが、まあそこら辺もあったり、よし OK、 まああったりするし、まあいろいろなことを踏まえた上で今回に関してはまあ50連のうちに出てくれたらラッキーという形でやっていこうかなって思ってるんですが、まあそんなに甘くないんだよねっていうのと、まあけどね、わりかし最近あの毎日無料が、無料ガチャじゃないですね、毎あーああオッケー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 、あれバッタマンって俺宝具上げれてなかったんよ確か。これありがてー、感謝、よし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 、しかもストゲンだからね、やったオッケーですっていうのは、まあ、まあまあまあちょっとちょっとちょっと置いて、おっアスクありがとう、よしよし、あちょっと嬉しいな、は置いておいて、はい、ね、一応50連以内に出てくれたらいいなっていうのと、まあ毎日1回ね召喚やってるんですが、あれの方でもねあんまり引けてない、うん、なんかよくわかんない引きで徳が溜まってる可能性っていうのがあったりするので、バッターマン、ほわっ頼む、ブブって出たーい、まあ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 禁煙室やしな、禁煙室やしな、ちょっと俺の嬉しさを返してくれ、やめてくれ、金のバーサーカー期待するやん、もうどうしてさ、こういう宝具重ねたいなと思ったタイミングでさね、よりにもよってバサランテが来るんでしょうか。嫌がらせですかって定期的に思うんだよね。なんかバーサーカーのピックアップじゃない時にバサランテが来るのは別に何も思わないんですよ。はい、何も思わないんだけど、やっぱねバーサーカーのピックでバサランテをやるのはね俺に対する当てつけだと俺思ってるんだよね。やっぱり
やっぱあの女のあの子でね、どれだけいや期待しません。バッタです、バッターマンです。よし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 、おお、え、星4、3体めっちゃ出るじゃん。え、ほお、え、引きとしては普通にありだな。でアスクも引けてるしね。お、ちゃんとピックアップしてる、ありがとうございます。足バッターマン2体に当たらんて。よしよし、ということで30連目やっていきましょう。まあ一応ね、セイバーでラクシュミとかナタクがランサーでいたりするんですが、まあそこのところじゃなくてアッシュバッターマン引けてるっていうのがめちゃくちゃでかいね。やっぱりストーリー限定のキャラクターってまあ簡単に引けるかって言われると簡単に引くことができない。ピックアップしてる時にちゃちゃっと引いといた方がいいっていうのがあったりするので、ここでなんかこの3体いる中でバッタマンがいっぱい引けてるのはちょっと嬉しいね。バッタマンね、俺ね、宝具重ねあんましてなかったはずなんで、ここで重ねられるのがめちゃくちゃでかい。ただバサランテはなんでやねんっていう、正直ね、あそこのところでもう来てたらアタランテじゃなくて神ジナが来てたら、あ、終わりますって言って終われたのにね。まあ、って言ってもね、50連引こうっていうだけなんで、まあ、一応石に関しては余るっちゃ余るんですが、ねっていうね、そういうの気持ちもあったりします。まあただオッケー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 、とりあえずこの概念霊装をとつれる分ぐらいまで、もう横を言うんだったら4枚ぐらい引いて確実にとつれるようにしてからの神砂引けるっていうのが一番いいんでね。で神に関してはね、一応宝具レベルが今2で3にしたいんですよ。はい、欲で3にしたいっていう気持ちがあるんで、できたらねバチバチとかなりませんか。はい、になってくれたらいいなとか思ったりしてるんですが、まあやっぱりなかなかっていう形ですね。うん。でまあ神3にしたい理由がめちゃくちゃ単純で、2でもまあ足りるんすよ。2でも足りるんだけど、あ、ジェノリモさんおはようございます。あのやっぱり3にしておくとね、今後普通のボックスイベントとかその他もろもろ考えた時に利便性が上がるので、はい、まあなんだろう、突破できるんだけど追撃なくしたいっていう、まあ、そういう欲望で引けたらいいなっていう気持ちもあったりするので、出てきたら嬉しいんだけどなーっていうね。うん、ヒンナスマジでね、あの演出上というか画面のやつ上ね、なんかめっちゃ金に見えるんだよね。目がマジで溶けてるかもしれない。ただうーん、今回はハズレかなー。結構1個前の、ね、星4超大量がえげつなかったからね、まあ、仕方がないっちゃ仕方がないんですが、んーけどどうしよっかな。正直100連とかで追ってもいい気持ちがあるんだけど、まあ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 、え、最低保証40連目やっていきましょう。はい、まあこんなもんですよ。はい、こんなもんです。まあカルナがすり抜けない分ある意味マシなのかなって思ってたりしてるんですが、なんかこういう時に限って意味わかんないサーバントがねちらってきて、なんでって言って叫ぶことがあったりするからな、ちょっとそこだけが怖かったりするんだけど、まあそうならないでしょうきっと。うわ、バッタマン確認してきたら、あと1体で宝具後になるということが分かったので、バッタマン引けてほしいな。バッタマン引きたいな、マジで。足バッターマン引けたらめちゃくちゃ嬉しいんだけどね、やっぱ宝具後にできるっていうねやつがあったりするんで、そこのところでポロって来てくれてもいいのよ。まあ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 、ちょっと欲張りすでいきます。うわあ、あ、いや230連ってさ、なんかキリ悪いよな、なんか気持ち悪いよね。うん、やっぱり200連直帰士が俺いいと思うんですよ。はい、やっぱりね、直帰士がね見ててね気持ちいいもんね。はい、あ、よーし、よし、よし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 、オッケー、欲張り。あぶねー、なんかバッターマンの星4フラグを立たせることで無理やり北地語結局俺星4引けないんだってすげえ気持ちになるんだけど、やっぱりこのゲーム物欲センサーっていうものあるんですね。
はい、けどよし80連か、よし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 、次のちょっとガチャが怖い感じはするんですが、とりあえず引けました。やったねー、オッケー、マジで怖かったー。普通にね、もう心が無になりながらね、引いてたんで、というか裏で作業してたんで、ちょっと怖かったです。はい、ということでとりあえず80連引いてきたんですが、神樹奈1のバッタ2のバサランテがなぜか1枚来てるんだよねっていう感じの概念連想はまあちらほらありますが、まあまあまあ、2部4章の概念連想も、超大量に引くことができたという形になってるんで、まあまあこれは勝ちですね。はい、ということで次回の2部4章クリア前提のイベントに備えます。はい、では最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。Thank you.